ちは中です。なんと皆様ね、今日はご報告がございます。チャンネル登録数なんと100人突破いたしました。ありがとうございます。みんなのご協力により、100人突破することができました。ということですね、最近メダカを飼い始めた、今日この日です。ということで、今日の食材はこちら。はい、こちらです。まだ中身は見ていませんが、実家から、何か送られてきました。はい、中身をですねちょっと確かめてみましょう。じゃんじゃれーん、何かな、開けてみますよ。はい、オープンいきます。じゃんじゃれーん、これ巨峰やないですか、これ。はい、今日です。こちらの食材を使ってですね、巨峰を三昧、いろいろな、料理を、作成していきたいと思っております。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、まずはですね、巨峰を生絞るのですね、炭酸ジュースを作っていきましょう。以前買ったですね、ハンドブレンダー、こちらを使ってですね、フレッシュのぶどうを、潰していきます。ウィーン、こんな感じですね。はい、ハンドブレンダーのですね、動画はこの右上のおすすめの、とこから入っていただいたらですね、前回上げた動画がご覧になりますんで、そちらをご覧ください。はい、よくですね、ハンドブレンダーしましたら、種とですね、皮を、取り除くために、こんな風にこしてください。はい、100%、巨峰の素晴らしいジュースの出来上がりです。こちらをですね、グラスに注いでいきます。おー、いいですよこれ。はい、半分ぐらい注ぎましたら、この強炭酸水、これを開けますよ。シュッポン、こちらを半分ぐらい注いでいきます。生搾りの今日マジうまいですよ。ここで炭酸を入れることによって、この夏最高のジュースが完成となりますよ。夏ぴったりの花を飾ってですね、こうやって砂浜で飲んだらもう最高なジュースの出来上がりです。はい、続きまして、巨峰とバナナの、スムージーを作っていきます。巨峰のですね、皮を、こんな感じで、剥いたらですね、プリッと剥きますので皮を取り除いてください。はい、ミキサーの中にですね、皮を剥いたバナナと、先ほど剥いた巨峰をポロポロと入れまして、少量の牛乳ですね、まあ、これ適量でお願いします。で、ハンドブレンダーでですね、ウィーンってこうやって潰してもらったらいいです。種もですね、一緒に回して構いません。全部崩れてですね、そのままで飲めますんで全然大丈夫です。それではグラスに注いでいきますよ。とっとっとっと全部いきましょう。先ほど剥いたですね、巨峰をこうやって3つぐらい飾ってですね、愛らしい器に乗せまして完成となります。はい、続きましてですね、リンゴと巨峰の、フルーツ盛りになります。これをリンゴをですね、一瞬にして、カットしていきたいと思います。ご確認ください。せーの、ポロッ。はい、こんな小技はですね、さておき、それでは持っていきましょう。かっこよくですね、こうリンゴをこうやって持っていきましょう。はい、このですね、盛り付けなんですけど、意外に簡単にそうに見えてですね、意外に難しいんですよ。それもですね、僕夜中にやってたんで、頭がぼーっとしてやってたんで、意外に20分ぐらいかかりました。はい、完成。はい、続きまして、巨峰とモッツァレラのですね、生ハムフルーツ盛りになります。動画の編集でですね、ちょっとかっこよく、こんな感じで、やってみました。はい、やっぱりですね、生ハムとこのちょっと甘めの巨峰、相当合います。で、このバージンオリーブオイルをかけてですね、香りのブラックペーパーを、かければ完成となります。これちょろちょろと飾りのパセリですね。これマジうまかったです。女性にはやっぱ人気ですね。シャンパンと一緒にどうぞ。あと、これもお願いします。はい、続きまして、マダイのソテーのですね、巨峰のバターソースになります。魚のですね、両面に、塩コショウを行いましょう。はい、オリーブオイルを引いたらですね、
皮面から、しっかりとおまけにこんがりと焼いていきましょう。はい、鮮度がいいとですね、めくり上がってきますんで、こうやってヘラで押さえてですね、めくり上がらないようにやっていきましょう。こんがりと焼きますよ。はい、ひっくり返します。はい、ドン。はい、さすがプロ。はい、ここでしっかりと焼いたら、白ワインをですね、ちょろちょろとこのぐらい入れましょう。はい、ここで皮を剥いた、巨峰を入れ込みます。たっぷりと入れましょう。いっぱい入れたら美味しいですよ。で、よく軽くソテーしましたら、仕上げのバターで、ソースと、魚を一緒に絡めていきます。はい、これで完成です。ではお皿に盛っていきましょう。はい、今日はですね、多めの、1匹分全部盛ります。こんな感じですね。これボリューミーたっぷりです。ここで仕上げの巨峰を飾って、ここのバターのソースをちょちょっとかけて、これマジうまかったです。味はですね、ブールブランソースっぽくて最高でしたよ。はい、最後メインのですね、若鶏のソテーの、巨峰のポルトワインソースになります。皮とですね、身の両方に、塩コショウを行いましょう。オリーブオイルを引いて、皮面からじっくりと焼いていきます。チキンはですね、この皮面がパリッとなってないと最高に美味しくないので、カリカリにしてくださいね。いきますよ、ひっくり返して、ほーらきつね色、これがプロの腕前です。はい、ここでですね、ポルトワインをじゅわーっと入れましょう。結構たっぷり入れた方が美味しいんで、ここで蓋をしまして、ちょっと軽く蒸しまして開けます。オープン。ふー、ポルトワインの香りがいいですね。はい、ここで巨峰の投入です。たっぷり入れてください。で、オリーブの実もちょろちょろっと適量入れてください。で、全体に絡めましたら、ここで、チキンのですね、巨峰ソースの完成となります。では、かっこよく盛り付けていきましょう。チキンをですね、中央に飾ったですね、巨峰とオリーブをその上からポロポロと飾っていきますよ。この料理なんですけど、友達に出したら絶対に高評価になりますよ。ぜひ皆さん真似して作ってください。はい、こちらがですね、巨峰三昧となります。ご品ほど、作成させていただきました。動画はいかがでしたか？これを作るのにですね、意外と 4,5 時間かかっております。よろしければチャンネル登録、最高のコメント、グッド評価よろしくお願いいたします。それでは皆様、またさようなら。